未完成のパイプが道路を走る。荒れた船地を奇妙なパイプが延々と通過。生成された各種のガスを送るパイプの列が工場地帯を縦横に縫い、工場と工場を結ぶ石油コンビナートの動脈となっている。延々と続く一直線の道路が建設中のコンビナートの中を突っ走る。この道路の向こうにある抜け殻の農家、鹿島の古い歴史は消えようとしている。